おはようございます。あれえ8時23分です。あれ朝練とかそういうのは？朝練はないです。あ、そうなんですか。はい、今日1時間目は体育で、2時間目が原文行きます。頑張ってきてください。はい、すいません。ちなみにノート取らないですか？そうですか。それでは聞いて。あ、いける派なんですか？決まってます。決まってる。ほぼオムライス。オムライス。ない日は違うメニューですけど、ある時はオムライス。なんでそんな好きなんですか？美味しいからです。確かにめちゃくちゃ美味しそうです。これからどちら行くんですか？体育館です。体育館。ありがとうございます。おお、体育館。お疲れ様です。今日昨日より長いですか？はい、昨日は7時間やったんで、今日は6時間だから。なるほど。目指すところってどういったところになるんですか？なんかこう次にウィンターカップ取るに向けて大事なことって何だと思いますか？あのインターハイで出なかった選手たちが、うん、あの出たりして、あのバックアップメンバーとか、スタート以外の選手が出てとかが今結構トップリーグとかでも出てたので、メンバー全員がしっかり、ね、チーム力を上げて、さすがキャプテンですね。まあ、はい。
ってんねん。動きが遅いねん。破壊力がないの。外側だけでパス回してるだけで。監督ってどんな監督なんですか。試合とか前、バスケの時とかはあまり褒めることはないんですけど、やっぱりそれがあるからいつも厳しくしてくださるから、やっぱり練習でも試合でもやっぱ結果を残せるのはあれなんですけど、やっぱり成長できてるなっていうのはありますし、送り迎えとかもしてくださったりして、バスケ以外からは優しいです。即チャンスやったらシュート持っていったらドリブルも構わない。バスケ、世界のバスケットみたいなものを学びたいというそういう気持ちを持っているというのがすごいというふうに思います、はい、プレーってどういうプレーがすごいというか、いろんなところを見えてるということですよね。そこにディフェンス5人がいるわけですね。相手方合計9人が目に入るんじゃないかというふうに思います。それも見えなくても計算ができるということですよね、0コマ何秒後には何が起こっているかということも計算ができると。だけどバスケットがすごく分かってきている子だというふうには思います。寮帰んないですか。今日は、昨日はあれ違うとこやったんで、今日は残れるんで残ってく。足りなかったっすか。先輩のすごいとこなと思ってるところってどういうとこですか。まずドライブしてるときに多分全体が見えてるんですよ。で多分どこでもパス出せるところとか、ギリギリまでパスって見せといて自分でシュートいけるとこです。人間性です。誰とでもこう仲良くなれる感じが。いや堀さん帰るまで撮らせていただきます。なんですよ。あ、着替えるですよ。お疲れ様です。お疲れした。お疲れした。皆さん、この後は、この後は寮に帰ります。寮に、はい、減るよ、減るけど今日何やろな。今日だろうね。はい。自分の分だけです。
自分が食べたいスワキャッチは洗っていただいて、これは明日の朝の時間、朝ごはんの時間です。これ見せてもいいよっていうのがあれば持ってきていただけるとありがたいです。思い出、あ、すいません、 これはコナンです。若い周一、はい、アニメとかずっと見てたし、映画も絶対見に行きます。普通にかっこいいから。あ、どれですか、これ。あ、ダブルリーグ、うん、あ、プロに行かせてもらいます。とシャンソン V マジックさんです。うん、自分の強みが出せるところでもある。そうですね、そこでまた頑張りたいなって思って、中学1年生の頃からやっぱり試合に出させてもらってるので、やっぱそこは最後恩返しできるように日本一になりたいと思います。やっぱ音楽